はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日はあの初めて新店舗の方から、動画を配信しています。で、今日のモデルさんが、最初カラーの、見本をこういう感じにしたいんですって感じでいただいたんですが、なんかすでにもカラーが入ってらっしゃるのと、その希望色が今の髪の毛を脱線すれば、まあ、そのイメージになりそうだったんで、まあ、ちょっとそこはやめて自然に色を落としていただくような感じにしたいなと。で、それよりもですね、ちょっと癖が後ろにあります。なんか悩みあります？なんかこう普段やってて乾かした時とか、かわいいね。あとはこの量がちょっとあります。思ったのが、ちょっとここの量が、この耳後ろの量が結構癖で広がっちゃってるのかなっていうのと、あと前髪が伸ばしたいんですね。で、癖もあるとは思うんですけど、ちょっと前髪横って今分かれちゃってるんで、今日は前髪を伸ばすカットをしていきたいなと思うのと、フラットリートメントってうちでやってるトリートメントがありまして、キューティクルをこう綺麗に並べていくとか、ねじれを取っていくとか、通常のトリートメントだと現状の髪の毛髪の素質っていうのは変わらないんですけど、それをちょっといじっていくっていうような感じですね。で、トリートメントしただけでもストーンってなるような感じに、ツヤツヤの髪にちょっとしたいと思います。あとカットですね。カットは前髪を長くするカットと、あと下はちょっと揃えるぐらいでいきたいと思うんで、もうちょっと夜がね遅いんで、大体多分通常美容室でやったら4時間半か5時間のメニューだと思うんですが、それを2時間ちょっとで僕はやります。はい、2時間半くらいです。で、今からやっていきたいと思いますね。はい、10時半、今7時半過ぎちゃってるんで、10時まで終わらせていきたいと。あ、違うか、8時半、2時間ですね。そこでカットまで、やっぱりスピードを重視して、まあ、早昔からやってますので、短い時間でお客さんに変化してもらうっていうのを体験していただきたいと思います。ではやっていきます。はい、ではこの状態から、まずはフラットリートメントをやっていくんですが、やはり結構この辺が変わった感じの毛量感もあるし、結構くせ毛感が出てるかなと思います。なので、まあ、シャンプー台の方でちょっとやるんですが、シャンプー台でちょっと、プレー処理をして、それから続けて入っていきたいと思います。もつれを取る場合はですね、このようにサイドにこう振って、面を細くしたりとかですね、していきながら、やっぱり厚みがあるとアイロンってちゃんと入らないですね、熱が何度か落ちちゃうんですよ。なのでこれでちょっと広げるんですね。力は全然入れなくていいんですけど、横に広げることでもつれを取っていきます。このような感じ でさらに上下運動させて、こう空冷をさせながらやっていきます。そうすれば、まあ、スティンブラシなくてもいけるかと。はい、このようにちょっと髪をこう広げます。で、プレスの力はほぼ入れてない状態でやってます。でも、まあ、今これで動画で配信してることって結構一部分だったりとかするんで、時短の講習、まあ、カットでも矯正でも何でもいいんですけど、結構時短するために必要なものとか、まあ、いろいろ学んだことはあるので、その辺を知りたい方はぜひ読んでいただければお伝えできるかと思います。パーマも矯正もやっぱりね、
スピードを上げてやっていこうっていろいろな方法があるので、多分皆さんも動画撮るとき そういうふうになると思うんですけど、全部出せない部分もあるんですよね。やっぱりいろんな薬事法の問題とかで動画で全部流せるかって言ったらそうでもない部分もあるので、まあ、今流しているのは一部分のです。バック側はちょっと厚さが出てくるんで、ちょっと動きがスローになります。そうしていかないとちょっとこの厚さに対してのサイドの方が、極端なこと言うとこのアイロンに対して毛髪が100本だとしたら、バックの方の毛髪の量っていうのが倍の200本ぐらいに変わってるんですよね。まあ例えですけど、もっとありますけど。なのでどうするかっていうと、スピードを遅くする、もしくは熱をしっかり入れていく、あと秒数を1秒増やすとか、そういう感じで調節していく必要があります。あとよく広げるとか、サイドにこぶってあげて髪を広げてあげるとか、ちょっと少し時間がやっぱりバックの方がかかります。でだんだんやっていくとこうリズムができてくるとスピードが速くなってくるんで、これは今上下運動じゃなくてサイドですね。離れてくると全部混ぜていけばより速いんですね。どういうふうにやるかっていうと、サイドにやりながら上下運動していくっていう感じなんで、ちょっと難しいですけど、これをやっていけるようになったら本当に速くできます。サイドの動きと上下の動きをもう一遍にやるっていうのが一番速いです。なんかガンガン引っ張られてないんですよね、はい、大丈夫ですよね。結構ね、動画でたまにすごい痛みそうって引っ張られてそうっていう人がいるんですけど、多分分かんない人がコメントしてるんで、なんかそれメンズのやつとか多分結構ね、こうなんか引っ張って見えそうなやつもあって、知らない人は多分そういう風に見えちゃって足りんそうとか。毛先を今全体言ったんですけど、毛先を入れる時は、こういう長いコームで少し振ります。振って、なんで振るのかっていうと、結構吸いた毛とか細かい毛を正しい位置に持っていくのにちょっと振ります。アイロン振るっていうよりは、コームを振る感じですね。左右にゆっくり振っていきます。まあ、ツイブラシ使ってないんでこういう処理は最後必要ですね。最初のドライの段階でも実はすごいポイントが実はあって、それはちょっと今回の動画で言わない、次回またドライの方法とかもあるのでちょっとお伝えします。そのドライの方法で本当に結果変わるので、ステムはしっかり落ちる位置をイメージしてやっていかないと良くないので、本来髪の毛が落ちそうな位置に向かってやっていきます。なんであまりリフトしすぎないんで、毛先やるときは、より落ちる位置をイメージします。振ることによってこれも空冷になるんですけど、まあ、一番はエアコンが効いてるといいんですが、振ることによってちょっとエア、空気で冷ますというか、まあ、サイドは僕は2段ぐらいに分けます。下とあと表面2段ぐらいに分けてやっていきます。バックは3段ぐらいに分けてやっていきます。このような感じで取っていきますね。はい、次の工程にこれでいきます。はい、でこの状態で今、トリートメント終わったんでリタッチ入ります。
でリタッチなんですけど結構ハイトーンなんで今回ブリッジ使わないでやりますから、で、2回ブリッジしてるところにつなげていくんですが、今回使うのは14のスローと、ブルーのみです。はい、でやり方としては、塗っていきます。はい、ではの量をためながら、なおかつ、リタッチを素早く時短で塗る方法っていうのがございます。それをちょっとやっていきます。はい、終わりました。どうでしたか？どうでしたか？いや、聞かれたらちょっとボリュームカラーできたんですけど、本当はでボリュームがちょっとね、癖が気になったので、ボリュームをだいぶ落ちましたよね、この辺のフランクが。ということで、で前髪も実際の前髪より長くなりましたね。カットで長くするように切ったので、前髪もちょっとサイドの毛を足すことによってダミーの前髪として長く早く伸ばせるっていうことなんですよね。なんといってもこの辺の重さを取ることによって本当にバランスが変わるので、それで今回はテイクセニングっていうのをちょっと使うでやっていきました。はい、ということで終わります。また見てください。どうも、バイバーイ。